人的保障をめぐり、にえの苦しみを味わう結末となってしまった。ソフトバンクの会の広志投手、27、が西部から国内フリーエージェント、FA、県を行使して加入した山川穂高内野州、32の人的保障で移籍することが、11日に発表された。日本代表も経験した強腕の流出ショックだけでなく、 レジェンド左腕、和田剛投手、42のプロテクト漏れもこの日までに判明。今回の天末は、球団内でも暗い影を落としている。写真、逆風の山川穂高に、睡眠不良の悩み。日の暮れたペーペイドームでメディアに対応した三笠 GM は、苦渋の選択だった、と、胸中を打ち明けた。 2018年ドラフト1位指名でソフトバンクに入団したカイノは1年目から65試合に登板、26ホールドをマークして侍ジャパンにも選出された。最速160キロの合速球が最大の武器。昨季は46試合に登板して、防御率に53と安定感を見せた。国母新体制で臨む今季は、 勝利の方程式入りが期待されていた。カイノは球団を通じ、突然のことではありましたが、ホークスには本当にお世話になり感謝しかありません。と素直な思いを明かし、今回、僕を評価、指名してくれた西部球団にも感謝しています。と首相にコメントした。今月5日に西部、渡辺 GM が、人的保障。 の要求を明言。その行方に注目が集まっていた。チームにとって、救援投手が大きな補強ポイントだった渡辺 GM。保証制度の意義を考えれば、ソフトバンク側にとっては通算218発の大砲、山川獲得の代償と受け止めるしかなかった。 陽気で気配り屋のカイノの流出は言うまでもなくチームに暗い委員を落としたが、それ以上に球団内に動揺が走っている。プロ22年目を迎える松坂世代で、日米通算163勝左腕の和田がプロテクトリストから外れ、西部の獲得候補に上がったことが判明。昨季は有原に次ぐ8勝を挙げ、 国母新監督が今季の開幕投手候補に指名した重要戦力だったからだ。古株の球団関係者や OB の間からは、今回は特に慎重にならなければならなかった、という嘆きの声があった。山川の人的という特殊なケース。ファン心理を読めば、一番、代償、の大きい選手。今回はまず、 ファン離れが加速する万が一を排除すべきだった。読みが甘かったのなら浅はか。昨年不起訴となったが山川が女性トラブルで世間を騒がしたのは事実。山川の人的保障によって人格者で知られる功労者が流出するケースはファンを傷つけかねない。ひいては山川への逆風が強まり、 再起の道がさらに険しくなる。今回は、その危機が差し迫っていた。身内からも、悪手、に移るプロテクト漏れだった。3年連続リーグ V すぐるで上昇再建が市場命令ゆえに、勝利への執念は増している。先進的な取り組みで球界に革命を起こそうという気概にも満ちている。ただ、 盲目的になってはいけない、という警鐘が鳴らされているのも疑いようのない事実だ。